ほう。こんばんは。足はね、右太もも裏がやばいです。こんばんは。ギリギリまで充電しない派というか、朝早くから仕事して帰ってくると20%切ってる。土日公演お疲れ様で、あ、もうありがとうございます。これね、難しいんだよね。公演もね、立派なお仕事だから完璧にこなさなきゃいけないっていうのは分かってるんだけどさ、あのコンサートとか卒業公演のリハをしていて睡眠時間を確保したいっていうのと、ありえないくらいの疲労があってさ、そういうリハとかがない期間だったらね、私ね、あの前日に立ち位置表見たりとか動画見たりするんだけど、睡眠が優先かなって思って昨日睡眠を取ったんですよ。2公演の時点でなんか眠かったから、ちょっと睡眠を取らせていただいて寝て、で現場に向かうまでの車内でこう立ち位置を見たりとかして、でね、先輩方にね、先輩方は結構いつものポジションというかオリポジみたいな感じだったから、先輩たちもリハと公演と続いてきっと疲れてるだろうから、私なんかのためにリハーサルをさせてはいけないと思って皆さん皆さんさ、あの気を使って何でも一緒にやろうとか、心配な曲あるとか聞いてくださるんですけど、私はもうそんな先輩たちに動いてもらうわけにはいかないと思って、全体リハ終わって一人でリハしました。1公演分今日ユーナコールすごかった気がするね。ありがとう、みんな。正面でポキさん見られてよかったよ、ありがとう。土日ポジションも違う、そうそう、それがねちょっとでかくて、それで立ち位置は大丈夫、大丈夫だった今日は。こんばんは。今は次はもうね、コンサート前の公演が終わりだから、いや、わかんない、4月は知らんけど、とりあえずね
一回頭を切り替えて、今日のポジションは何回入ったかな、8回9回くらいかな。でさっきさ、メール書いてから配信しようって思ったけど充電切れて書けなかった。公演お疲れ様でした、ありがとう。そう、小声ポキの蒸発初めて劇場で聞けたけど本当よかった、ありがとう。ポキはね、蒸発はね、滑舌がいつも心配なの。丘の上でが言えないのと、雨も降ってくれなきゃ、日かくれなきゃが言えないっていう滑舌がね悪いんですよね。こんばんは。一つ一つの連動高めておいたらさ、混乱しないのかな、頭ごっちゃにならないのかな。やっても ぐるぐるってなっちゃうんだよね。ポキさんの日野さんポジの時、上手花水がいつも見えない席にいる。両席祈願聞いてないってことだ。ゆうなちゃんなら漫画のどんなシチュエーションにしたか気になる。幼なじみと同じ学校に通ってて、高校ずっと小さい時からずっと一緒にいた幼なじみかっこイケメンと同じ学校に通ってて、ずっと高校生までただの幼なじみ、ただの友達と思って接してたんだけど、その高校に入学したらクラスになんか学校のあの学校一のモテ男みたいなイケメンがいて、まさかのその人に好かれてしまうてんてんてん。けどその学校一のイケメンは超クズ男だ、でそれを知ってる幼馴染の男の子があいつはやめた方がいいって助けてくれて、一緒にいすぎて分かんなかったけど、やっぱり幼馴染が好きってなって、ここが付き合う。どうですか。声自体が好き、ありがとう。ポキさん4ポジできるから4ポジ見に来てね、みんな。
そうそう。シチュエーション長いよね。そう、そんな漫画みたいな子見た、あ、そんな漫画見たことない、あ、本当ユーも見たことないけど、そういう感じで構成していくといいかな。え、メンバーで難しいんだけど、だってさ、あの2人選ばなきゃいけないってことでしょ。どのポジがおすすめ、おすすめとかないよ、難しいよ。一番レアポジ、サブポジ、なんかさ、私どのポジションでどれぐらい出てるか分かんないんだよね。蒸発したセブン、すごくよかった、ありがとう。え、幼馴染の方選びやすいかな。リリカがクズ男の方、かわいそうだよ、それもそれで。で、幼馴染が誰、無理だ。一番見たいのは大体のセンターポキをリフトしてんの見たいわ、かっこわら。無理です、上がりません、重すぎてズシズシってくるから。七海さんとかめっちゃ軽いからね、シャーンって上がる。え、私に体重かかってないけど大丈夫ですかっていうぐらい軽いんだよね。そうそうそう、でいう、結構軽いから余裕あるわけで、皆さんのあのこう手の震え具合とか見てるんだけど、なんかそんな感じもしなくて、え、飛べるって思って。ななみさんって飛べるのかって思った。そう、聞いてみて、ななみさんに、あの空飛べる能力ありますかって。ちょっとさ、そう、今日のさ渡り鳥めっちゃ面白かったの。多分みんながふふってなったんだけどさ、あの一番最初のさ、渡り鳥のさ、最初のポジションじゃない、歌割りでさ、思い出だけじゃ生きていけないとかあるじゃないですか。その時にまず私はななみさんとこう踊って、次ゆうはと踊るんですけど、なんかそこら辺がさ、ラーメン部のポニーテール集団すぎて面白かったの。はい、ラーメン部、はい、ラーメン部。ユーハも思ってたらしい、なんか見たことあるってなった、景色が。
嫌いなのかもいいし、マナーさんの着てるからお痩せになられたの、うん、全然全然全然。でもスタイリストさんには痩せたって言われたけど、全くもって痩せてないし食べてるんですよね。最初さ、今日の MC でさ、誰が食べるみたいな、ご飯を誰が一番食べるみたいなやつでポキって書こうと思ったんだけど、合わせに行くとしたらポキじゃないかって思って。ゆうはちゃん褒めてるの誰かから教えてもらった？ゆうはが言ってきた。え、さすがに弁当 1.5 個は食わない。いやさ、そうなんだよね。今日さ、お昼公演の前におにぎり1個食べてたんですけど、お昼公演と夜公演の間にまず自分のお弁当、昼分のお弁当を食べて、アンナがお昼のお弁当をあげるって言ったから、アンナのお弁当も食べて半分くらい食べて、でも夜のお弁当はアンナにあげる。今日ユナに会いたくて公園行っちゃった。その割に緑白振ってった。マリナさん、マリナさんサイリウムな気がしてた。あれはもうカイリちゃんは何をなんて書くかゲームでしょ。そうそうそう、お顔もシュッとした。そう、マジ痩せた私、ありがとうございます。なんか土日公演ありがとう。21時くらいにお帰り、ありがとね、来てくれて。どうして妹にするならってお題にしたの。なんかね、よく笑うメンバーはとかいろんなのを考えてたんですけど、なんとなく合いそうだなとかも思ってない、適当に選んだ。今日は緑白でした。見えました、ありがとう。ゆうなちゃんに会いたくて刀剣で入ったよ。ありがとう。ユニコーンのなんか被り物をかぶってたけど、でもね、カニのねカチューシャもちゃんとつけてくれてありがとうございます。今日の MC での立ち姿見てて前よりシュッとした印象あった。嘘。めっちゃ食べてんのに。アンナちゃん嫉妬してました、めっちゃ。なんかさ、裏で妹って呼んだの、あゆみちゃんのこと。したらあっそ怒ってた。でね、今日5人、大人になる前にの5人のメンバーがいたから、もうみんちょっと今日はユニット蒸発までのユニットがすごく余裕があったので全員と写真撮ろうと思って撮ったんですけど、
アンナだけいい、先取ったし。で、腕くされちゃってさ。そう。なんかユーナのことが好きなんじゃなくて、多分さ、こうなんか自分のものだと思ってるのを誰かに取られるのが嫌なタイプ多分ね。ポキのことが大好きなわけじゃない、多分ね、多分ね、多分ね、人のことだからよくわかんないけど。 19% になりました。アンナ、ユのこと大好きでしょ。バチーン。アンナって言って、来たのにさ、ユのこと大好きでしょ。好きじゃないって。嫌いなのかもね。マリナさんとカイリーさんと並んでも痩せて見えて。嘘。普通に考えてそこでアンナって言ってもおもろない。そうそうなの。コマちゃんもめちゃめちゃ迷ったし、コマちゃん最近めっちゃ話してるからかなと思ったんだけどね。もうね、みんな妹すぎて誰も選べない。今日仲いい日だよ。仲いい日です。コマちゃんって超おもろいよね。昨日の、昨日かな、昨日の朝の配信、ちょっとね、私よくないけどね、見たんですよ。某動画サイト、サイト動画アプリ、いやもう可愛すぎね。何好きだよって。嫌いじゃないよ。嫌いじゃないよ。わざわざ言いに来た。ゆあちゃんね、しっかり者なんだよね。こまちゃんの配信時間絶対起きてない。そう。そうそう。やばい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 。ストップ。
か。あ、うわ、待って。配信時間、配信時間も送ってないぞ。なんかユハってさ、ユナと喋るときめっちゃ爆笑するんだよね。よし、オッケー。で、それで、それで。え、明日って何時から配信できるの？でもな、でもな、え、でもなあ、あー、やだな。あとはもう思う存分配信しよう。あおちゃんね、あおちゃん超妹。お待たせしました。もう急に話入ったけど、あおちゃん超妹。可愛ったらありゃしないよ。ずっとニコ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 。今日お米の販売ね、急いでダッシュして出てったよ。毛量すごい。どこを見て思ったの？これやばいよね。これでも1日200本ぐらい抜けてるけど、
ゆうなは KMT か4期に流れても平気、平気な人いるのかな。先輩方でも、私はさ初めての後輩だからさ超複雑な気持ちだけど。なんかそうママにも最近、ね、誰かの抜け毛やばいなって思ってたって言われて、私絶対にお風呂でこうやってシャンプーしてこうやったらすんげえ毛の塊ができそれを何回も繰り返してんの。リンスしてはまた毛の塊、こうやって洗い流して毛の塊髪の毛溶かして毛の塊、ドライヤーして毛の塊、もうやんばい最近押します分には許容。誰か気になる子いるんですかね。大丈夫なのかな、どういうことなんだろうね。どういうことなのどういうことなんだろう。いつもずっ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 ストレスかな。最近海藻ね食べないんですよ。ちょっとね食べ過ぎてた、今まで食べ過ぎててやばいから、食べないんです。本当にもう最近海藻、おにぎりとかのコンビニのおにぎりとかの海苔も全部入ってる4期生さすごいグイグイですごいよね。あ、ちょっと待ってね。ブーム終わったんじゃない。大好きなんだけど食べ過ぎてたね今まで。じゃあ体がもう海藻はやめた方がいいんじゃないって言ったからやめた。おにぎりはまだいいけど、ま、そういうのはもうしょうがないから食べる。
おにぎりの昆布も食べないね。お味噌汁とかわかめも食べないし。すごくね。もずくスープも全然飲んでない。4期生は誰がまとめ役？はるなちゃんじゃない？はるなちゃんな気がする。わかんない。見た感じ、イメージ。ももちゃん、ももちゃんかな。ももちゃんじゃないと思うんだよ。どちらかというとももちゃんムードメーカーのイメージなんだよね。はるなちゃんがリーダーって感じ。なんかずっと面白いけど。こんばんは。そう、なんか私すごく嬉しいお仕事が決まったから、それを頑張るんだ。あ、グラビアじゃないです。残念、グラビアじゃないです。まあ楽しみにしててください。情報が解禁されたら即皆様にお伝えしますし、あのショールームでフェーってお祭り騒ぎしようと思います。なんか騒げるほどというか、すごく嬉しいお仕事。ちょっとでも緊張するけど、みんな釣りか釣りかって勝手に予想して広げてかないで。猫ミームみたいな。なんかね、日向さんが NGT ミーム作りたいっておっしゃってたから、作りたい。え？ゆう何担当しようかな。こんばんは。ゆうなから見て、花江ちゃんと食べて、なんかお米を食ってる。お米食ってんねって言って、パイナップルとか食ったりとか。食うとか言うとね、ママがね怒るから。パイナップル食べてます。フルーツとか。予想みんなが言ったとしても私は言いませんよ。正解も不正解も言わない。ヘクチのヤギ担当で。バナナの泣いてるやつにしようかな。イエーってやつにしたらいいかな。ユウ何が似合うかな。
演技の仕事ねやりたいよね。ドラマ好きだからさ。あ、そう、あゆみちゃんと話してたゾンビのドラマハピネスだよ。ユウがさ、ついこの間めっちゃハマってた。ハピネス見てた。今4話だった。きっとみんなはユウナがおすすめしても誰も見てないと思うけど。演技できそう。できないよ。やったことない。何役かな、やるとしたら。そうそう誰も。メール来た、よかった。どこで見れるの？ネットフリックス。歌のセリフパートめっちゃうまいのに。うまくないねえ、そういうの勘弁してよ。え、あれやりたい。なんかさ、めっちゃ性格悪い人。適切にも程があるを8話まで一気見しました。一気見するぐらい面白いんだね。真空港選挙は昨日見れてないから今日見る。ナス、ナセ、ナス、なんだっけ、ナセイドは見た。うちの推しをめでてくれ。もっちいつも言ってるよ、今日も可愛いねって。めっちゃおもろい、ね。このさ、ユーハーの面白さみんなに伝わってんのかな。超おもろいよね。ななみさんとかさ、ユーナとかさ、近くにいんのに、え、なんつった。遠くの人の方が聞き取れる話し方すんの。近くにいる方が聞き取れない。え、なに。おもろすぎ。超おもろい。単独行動してすぐやられる人。ユウはね、怖いからずっと引きこもってる人だと思う。残業中なので元気もらえるに来ました。いらっしゃい。そうそうそう、なんかさ、遠くにいた4期生がこう言ってますって教えてくれるから、ななみさんと私に。どういうことなの。でね、なんかユウはユウハンコとか大好きだから。ギュッてやってたの。ユウって体温高いから、でユウハン冷え性だから、あー、あったかーいとか言ってたの。でもなんか手洗った直後だったのか、手のひらだけは冷たかったからさ、ピトッてやって、冷たっ。それのさ、リアクションも可愛いんだよ。面白いし。
メール届いてありがとう。ポキさん輝いてました。ありがとうございます。なんか今日ねめっちゃ褒められた、お見送りで。それが嬉しくてさ。基本女子は冷え性では、あ、私はもう暑がりなんで汗っかきだし。ポキやばいよ。北海道、生きる北海道。めっちゃね笑いながらね、ユウにお話ししてくれるところも可愛い。ユウハ、で今日はそのユウハが昨日の配信の話をしてて、ユウのあの、あの子コンプレックス歌おうとしたらコメントでユウナちゃんのイメージあるっていう話から、なんか芯が通ってていいよね、ユーハ、ユーナの歌好きって言ったんだよって言われて、えー、そうなん、ありがとう、嬉しい、キャーとか言ってたんですよ私は。したらユーハがその後、あ、これユーナが喜ぶやつだねって自分で言ってんの、キラ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 とか言ってもらうの、めっちゃ間違ってないけど超可愛かった。言ってたらしいね、ユーハの配信見てた人、これユーナが喜ぶやつだねって配信で一人で言ってんの、可愛い。配信で気になってたけど公演見て改めてユーナさんいいってなりました。ありがとうございます。今日さお見送りでさびっくり仰天、夜公演でね、ユーナちゃんやっぱり押しますって面と向かって押し宣言されたの、めっちゃ嬉しくない？ポキさん北海道ね、年がら年中めっちゃあったかい、ね、言わないんじゃなかった、これは言わないとか言ってたの、言うのには自分からは言わないとか言ってんだね、ツンデレか、可愛いかよ。そう、押し、ありがとう、みんな押します押しますって、ありがとう。そう、いろんなことあってもよくわかんないんだけどね、なんか嬉しいことを言ってくれる人が今日の公演はすごく多くて、キョーってキョー、かわいいねとか、今日今さ2つの話題同時に話してるよねなんかこっち行ったりあっち行ったりしてる、話したいことがいっぱいありすぎて、すでに推してる人に言われるのも嬉しいですか？嬉しいですよ。なんか今日はなんでだろう、嫌いなのかもしれないとか、めっちゃニッコニコでやったけれども、どうしてなのか、なんでなの、なんで今日だったのかな。嬉しいよ。
お見送りでユーハというのはほぼ同時に話したプヒさん、何言ってたか分かってない。これさ、この話全然、あ、ごめん、私もありがとうと言ったんかな。ユーハ、これもさ、ユーハの話なんですけど、こう並んでたらお見送り行こうと思って、その袖のところで並んでたら、ユーハがユナの隣だとさ、ユーハの声かき消されるんだよねって言うからさ、ごめんなんかごめんって言って、昼お昼公演の時にそう言われて、いやでもちょっと並んじゃったし、もうこのまま行こうかって、ユーハも頑張って喋ったと思うんだけどさ、いやごめん、ちょでかすぎるのはごめん。夜もさ、その話を昼にしてんのにさ、夜も隣だったんだよね。また隣だね、ごめんとか。並び順ランダムなの、ランダムなのよ。なんか準備できた、水分補給したり汗拭いたりした準備できた人からスタンバイするんですけど、それがたまたま同じタイミングなんだもん。ポキちゃんの歌声が綺麗だなと改めて実感しました。ありがとうございます。私どちらかというとドブじゃない、間違った、それはヒゲしすぎなんだけど、泥水みたいな、ヒゲしすぎ、ドブ、泥水、間違えた、泥水的な歌声だと思うんだけどね。ありがとう。単に仲良しで隣に、本当に違うの、一緒に並ぼうっていうことあんまないんだよ。ゆなさんダンスってすごく引きつけられるんだよ。動きも表情もとっても素敵です。ありがとう。何これ、今日、いやダンス得意じゃないけど、でもね、なんかね、最近みんなにね、ダンス良くなったねって言われんの。表情はちょっと分かんないけど、お昼公演後の見送りは木ごとに並んでた。嘘、意識してないよマジで、適当。今日の声見てやっぱりユナ好きだなと実感できた。ありがとうね。四期生の隣はやめましょうね、並ぶの。なんかみんなが四期生にデレデレしてんのをこう見ながら、ありがとうございました。コメントがおかしなところに行った。どこどこどこ、あった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 、来た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 、オッケー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 。そう、なんかね、誕生日だっけね、みんなにね言われんの。みんなって片手くらいだけど、みんなって片手ぐらいの人に言われる。パフォーマンス良くなったね、ダンス上手になったね。
指先の動き感じがいい。なんで？なんで急に？そうだよね、ニキドラの方々が一人ってなんかうんって思った。あ、今日気づきましたが、今日の三期生は角田浜です。ちょっと写真撮りたかったけど撮り損ねました。お見送りの順番は気になる。本当に準備できた順だから、うんね、今日はすすり泣いてる人いないわ。でもね、私先輩からアドバイスもらうことあるんですよ。それを守るように意識するようにしたら良くなってったのかな。うん、そう、なんかさ、ダンスやったことないからこうしたらもっと良くなるとか自分では分からない部分が多くて、それをこう人にね、客観的に見てもらって、ここをこうするといいよって教えてもらうのってすごく成長できると思うし、ありがたいんですよね。角田浜ね、こっち入ってないんだよね。私もこの間友達とカラオケ行った時に角田も入ってる思って、あの別の空は何か意識してる。あの、あそこね、別に皆様が悪いっていうわけではないっていうのを前提に話しますと、コールで全くあのオケの部分っていうの、音楽の部分が聞こえなくて、頭の中で頑張ってあの別のそのテンポ感を流して歌うっていうのがめっちゃ難しくて、日野さんいつもなんでこんな上手に歌えんのっていうぐらい全く聞こえなくなるの。皆さんたくさんコールしてくださるおかげなんですけど、あそこって言うなーしか、あの、皆さんコールしないじゃないですか。でめっちゃ気持ちいい、ふぅ、みんな言うなって言ってる、気持ちいいって思いながら歌なってるいつも。あと突然言い出すからのところは満面の笑みでやることをしてる。それなのにちゃんまのあんなうまかったのか。そだからマジであそこのポジションやる人やばいよ、めっちゃ上手。ねえ、ユーナコールめっちゃ大きくてふーとテンション上がるんですけど、タラレレタレレレレあたりからニヤニヤし始める。トゥトゥトゥ、君が遠い そう、アドレナリンでね。
配信で豪快に笑ってるイメージ強いので、そこからシリアスな表情とかギャップ良すぎます。ありがとう、なんかすごい今日褒めてくる。そうね、そう、みんながねたくさんコールしてくれるから。嫌いなのかもしれないが一番コールしやすい。あるんだね、そういうの。歌う時の表情の緩急のつけ方が上手くなった。すごい、なんかプロ目線みたい。そう、当たり強いの感じちゃう。あ、ごめん、急いでたら5時です。5時です。アドバイスくれる先輩はマッシーさんと日向さん。日向さんめっちゃ私のこと見てくれる。あ、お腹が空いてないのに。そう、日向さんね、なんか裏で泣きべその前とかに絶対今やってる4ポジとかたくさんポジション覚えてくれてるのとか絶対この先役に立つから頑張ろうって言って、泣きべその時かな、そう泣きべその時です。絶対に行くぞとか言って、おお頑張ろうって言ってガッツポーズしてから、ドゥン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 、えい、トゥン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 って始まる。噛み締めるよ、もう。そんな見てくれてありがとうございます、キャーって。日向さん TikTok ライブでポキもっとできる的なことも言ってたな。ねえ、なんでさ、そんなさ言ってくれんの、言うのこと。なんかさ、ほんとあの夢の世界。もうまずさ、卒業コンサートに参加させていただいてんのがさ、やばすぎ。自分はさ、こういつも慣れてるポジションとかだったらさ、あ今誰々動線違ったなぐらいしかわからないのよ。結構自分のポジションとか歌割りとか表情とかに集中しててさ、なのにさ、あんなすんばらしいさパフォーマンスをしながらさ、他のメンバーのこと見るってさ、どういうこと？本当。マジでね、すごい。
うん、マッシーさんはね、あのね、あのそのアドバイスの話じゃないんですけど私とのコミュニケーション、そのパフォーマンス中のコミュニケーションすっごい強いの。なんかさ、絶対私にだけだって思うんだけどさ、ポジションの違いとか、青春時計とかさ、タタ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 ってさ、こう両隣の方の肩を触るじゃないですか。それのタッチが強い。おもろい。そうで、ななみさんとかはこちょこちょこちょしたりね、面白いんだよ。昨日と今日でポジション変わると何？混乱したり間違ったりしないか。え、するよ。今日どうせ間違えて一個。そう、なんかそのコミュニケーションの取り方が癖強くてね、大好き。もうね、好きすぎ。リコデンの時のナナミさんのポーズでよく笑ってるよね。あ、笑うし、なんかこれこのポーズにしなさいって部長命令が下るので、それでたまにポーズ変えたりしますよ。こうやってたけど、ラーメンとか、こちょこちょ現場よく見る。あ、本当？めっちゃ私もう、ななみさんがこちょこちょ大好き。マジ綺麗になりましたね。ありがとうございます。もうね、先輩好きってなるから。絶望振り入れした時、共有したことあるの、みんなの気持ちが一つになってる。え、よくわかったね。ここの部分こうしようとか、ここの部分こうしようって、絶望は振りが結構他の曲に比べて難しい分、時間をかけて作り上げたというか、振り入れとか合わせる部分、ここをこうしようとかあったんだよね。ななみさんね、そう、手、私は手にぎにぎされたりとか、ツボを、なんかのツボを押してもらったりしてる。髪の毛少し切ってないよ、何もしてない。こんばんは。今日歌歌わない、喉がやられる。この間ね、なんかすごいラーメン部っぽい
コミュニケーションがあって、昨日日野さんにポニーテールをシュンってされたなんかちょっとねノリが日野さん、え、日野さんってなって、あと急にわって近寄ってなったり、昨日なんか日野さんが、日野さん、日野さんはてなびっくりマークみたいになった。めっちゃメリーちゃんおるじゃんね、ちゃすぐそういう方向に行かない、そんなことはないよ。メリーちゃんは本当にもう愛が強すぎて、だからなんか違う系統の好きな気がしますよ。メリーちゃんが日野さんに対する好きと私が日野さんに対する好きは違うと思うんだよね。そうベクトルがね、そうそうなの、全然違うんだよ。ちなみにポニーテールこの長さでその位置に結ぶのめっちゃ引っ張られません。今日はね大丈夫、すんごい時はある、ほらこれぐらい余裕があるから大丈夫なんだけど、これがもうギョーン、この時はマジでやばいです。これは動かないから、これが動く髪の毛。そう仲良くしていただいて、なんかね急にねラーメン部はごめんとかイベントとかあって、すんあの ロケとかそこの部分で一日一緒にお仕事をさせていただいてたくさん話してっていうのは分かるんだけど、なんか最近めっちゃ先輩方との距離がを縮まらせていただけたような気がして嬉しいんですよね。頭皮柔らかすぎん？これ全部髪の毛、ちょっと今緩いから髪の毛が浮いたり、ほらこれ閉じてる、こんなか。こんばんは。私はここのねハゲちゃんが気になって、昨日はなんかヘアメイクさんに黒いポンポンを、あ確かに公演ね、公演にたくさん出演させていただけてるのもそうかもしれない。いやーなんか嬉しいです。つく結んだのをほどく時の開放感たまらんですよね。それはなんで知っているの？え？どうして？結んだことあるの？初見です。ありがとうございます。K
機嫌の原因はストレスです。みゆみゆさんがゆうなちゃんとあなちゃん後ろ姿がめっちゃ似てるって言ってたけど本当なのかな。なんかね顔がね見えない、顔が見えないくらいの方があれってなるらしい。レニアさんとかがなんかね今日負けの前ぐらいに上手のところで袖で待機してたら、え、アンナちゃんいるかと思ったんだけどって、その袖は暗いからさ、アンナちゃんいるかと思った、ユナだったって言われたんだけど、顔が見えないシルエットとか後ろ姿とかの方が頭の形とかこう大きさは違えど体骨格がちょっと似てるっぽくて、あ、同じくらい髪が長いの、あ、そうなの、そっかそっか、背はね6センチくらい違う。肩幅もね、いやアンナは言うなほどじゃないんだけど、こう全体をこう引きで見た時に確かにちょっと肩幅人よりあるのかなくらい。ヘアドネーション50センチ目標、え、すごい、イントネーションはすごいな。それまでに私絶対ここら辺がねバッチバチに傷んできちゃうな。それだけねすごいんだよヘアドネーションって、マジで。そこまでちゃんと綺麗に髪の毛を伸ばすってさ、素晴らしいケアが必要だよね。すごく努力してる方だと思うんだ。ユーはそれまでに切れちゃうし枝毛とか傷んだりとかしちゃうから絶対できない。うん、いやなんか優しい人、人のために自分の時間を使える人っていうか行動できる人なんだなって思う。ヘアドネーションする人ってもともとの髪質とかがある人もいるかもしれないけど、なかなかだよ50センチって。これ50センチ切るってなったらどれぐらい、私これぐらいになる、これぐらいか、50センチは多分4年くらいかな。ボブ似合うかな、ちょっと撮ってみる、どうやったらボブっぽく見えるかな。ショートはないかも、似合わないの知ってる。うわげはいはいはい、あ、これ溶かしたらねやばいんですよ。これぐらいにして、してそういうね、もともとさほら前写真見せたことあったじゃん、あれぐらいのボブだったんですよ。はい抜けた、最悪です、一本消えました、私の髪の毛から、頭皮から。これで何本抜けた、 1,2,3,4,5,6 6本抜けましたやばいやばい、4本5本、
どうしたらいいのこれ。本当にいずれなくなっちゃうよね。あ、今はあ3本4本か。今ゴミ箱に捨ててんの。マジでさ、どうしたらいいのこれ。なんか本当に心配になるんですけど、心配になる。抜け毛。うん、キモいキモい。50本ぐらい今の。あ、ちょっとさ、57分ありがとう。もう一生抜けるからさ。マジどうしよう。そうだよね、優がさ、つるつるつるになってもう。寝起きの枕大丈夫なんよ。これをさ、こうしたらいいのかな。公園行きました、ありがとうございます、ありがとうございます。明日も配信来てね、お祝いするから。どうですか、これぐらい切ってみる。あ、ずっとお腹が鳴ってるよ。時間大丈夫、絶対大丈夫。58分だもん、まだ。こんな、ふう。いつかやりますね、アイドルのうちに。では男女を読みます。13位トマオさん、ありがとうございます。12位ヨコリンさん、ありがとうございます。11位片山さん、ありがとうございます。10位ライスちゃん、ありがとうございます。9位カジポンさん、ありがとうございます。8位キットモエラインドオブ33サンデー、ありがとうございます。7位マコイモさん、ありがとうございます。6位ヒロイチさん、ありがとうございます。5位ビールバラさん、ありがとうございます。4位ユウキさん、ありがとうございます。3位アベベポキさん、ありがとうございます。2位ナオくんさん、ありがとうございます。1位ハマッピさん、ありがとうございます。今回もたくさんコメントギフトありがとうございました。全部読めなくてごめんね。また明日からもみんな頑張ってね。今日も一日お疲れ様でした。明日も頑張ろう。バイバーイ。早く寝よみんな。この時間まで配信しといて。おやすみ、ごきげんよう。バイバーイ。